ター試験世代。センター試験世代。はい。はい、ということで、共通テスト早押しということで、はい。菅井さん、入試問題やったらめちゃくちゃ勉強得意だし、ふくら勝てるんじゃん。有力説。やってるんだけどな、俺も。俺もやってるんだけどな。いや、まあでもほら、そういう一面あるじゃん。なんか、やってない科目とかあるわけでしょ。はいはいはい、それなら取れるんじゃないみたいな。そういうこと、そういうこと。ちなみに、数学とか物理だった場合、僕公式カンニングできるんですよ。これは仕込んできたんで。いやでもね、出ない公式多いよ。結構出ない公式。結構出ない公式多いよ。はい。目の前に14冊あると思うんですけれども。はい、あります。Z 解散から7月に新しく発売された問題集が全14冊あるので。で、本日は問題を14問用意してやります。よし2人なのに偶数にすな7言うてるんで1問ずつ1問ずつ実際の問題ってことね。そうですね、一部早押し形式に直してあるんですけども、うん、もうそこに載っている知識をクイズにしました、うん、その最新の共通テストを受けて Z 解さんが新しく2022年度用に作った予想問題も載っています。偉い、偉すぎ。本当にこれ買って対策するのが一番早いんじゃないかなって思って。なるほどね。で、予想問題からも出る。はい、今回は予想問題から作りました。予想問題から、そう。よし。だってね、去年と同じ問題今年出るかなってなった時、やっぱ予想問題解いた方がいいし。合理的ですね。確かに。あの、来年受けていただこうかな。共通テスト、この人はカンニングしてる説あるもんな。入試問題マニア。俺は、あの、情報関係基礎かな。情報関係基礎。あれだけやった。あれだけやったね。90何点だっけ。今回は早押しクイズなんですけれども、うん、いつも通り僕が読み上げるのもありますし、画面にいろいろ表示されて早押しボタンを押してもらうものもあります。なるほど。で、あの、手元のスケッチボードはメモ用紙に使ってください。はい。あ、メモ用紙ってことなんだ。メモ用紙に使ってもいいですし、ちょっと書いて出してもらうものもあります。はい、はいはい、俺 Z 界と通じ合ってるとこあるよ。高校生の時 Z 界東大入学講座みたいなのやってたことあるから。あ、そう。うん、もうはい、ということで、はい、早押しクイズ14問やるんですけれども、はい、まあ、1問目はね、第1番英語リーディングいきましょうか。お、1冊目ですね。はい、はい、で、その後の問題は前の問題取れなかった方が選んでいく。なるほど、なるほど。それでは1問目英語リーディング問題。あなたと友達のジョンとのメッセージのやり取りを見て、次の問いに日本語で答えなさい。 Why are you going to the cafe? 早リーディングですね。 Where are you now? どこおんねん。 What? ジョンが遅れてくるから、カフェで待ち合わせ、時間潰すため。はい、時間を潰すためいいでしょう。よし、早っ。早いね。え、どこ読んだの？疑問文なんだっけ。 Why are you going to the cafe? なぜあなたはカフェに行くの？うん、うん、って聞かれてて、下の方を見たらその理由を言ってんのかと思ったら、なんか4時半待ち合わせっぽいことを言ってて、で、しかもパープルパークにいんの、うん、みたいなこと言ってて、なんか待ち合わせに層が生じてんなと思ったから、うん、上に戻って U の一番上のセリフ見たら、え、なんか待ち合わせの時間決めようとしてて答えないなと思ったので、3つ目のその、はい、真ん中ジョンの真ん中のやつを読んだら、アクチュアリー I might be late って言ってたから、あ、こいつ遅れてくるのか、待ち合わせの時間つぶしで、カフェ行かなきゃな。なるほど。と読みました。早い。あ、アイル、アイルキルタイムって言ってんのか。本当だ。 I'll kill time at the cafe って言ってるわ。キルタイムが時間を潰すってことか。はい、そういうことですね。なるほど。1個目取られちゃった。よし、英語落とすわけにはいかなかったからな。得意科目は、いや、ちょっと解かないと。得意科目っていうか、必死で、多分、おそらく必死で得意な方だから。そうね。したら僕が選んでいくことですかね。はい、じゃあ必死で得意なのはあんまない。倫理整形にしよう。ああ、いや、倫理整形か。倫理整形やってる？やってない。まあ、俺現代社会はやってた。あ、まあ原社はやったかも、うん、確かに。まあでもね、結構クイズ知識の可能性もあるんで。確かに確かに。倫理政治経済読み上げ問題です。はい、参ります。問題。発展途上国の製品を適正な価格で買い続けることで、現地の生産者や労働者を支える取り組みを何という。コーヒーによく書いてある、うん、イメージ。そうだ、コーヒー、そう、トラスト貿易。
あれ違う。いや、わかると思う。スタバとかって書いてあるやつな。うわそうだよな、あのスタバとかにって書いてあるやつだ。なんだろう。うわ、押してまあじゃあ、ヒントを出しましょうね。あじゃあヒント出すので、深谷さん、復活でいいです。はい、はい、日本語では、公正取引。フェアトレード、はい、フェアトレードね。そうだそうだ、フェアトレード。あぶねー、セーフ。スタバ行っててよかったちょっと待って、これ今の英語じゃん英語2問連続出てんじゃん。よしよしよし。じゃあね、絶対英語に持ち込まれないように日本酒瓶にしましょうこれは困ったな。日本酒は中学校で止まってるな。まあ言うて僕も日本酒瓶取ってないけどね。日本酒瓶読み上げ問題です、ね、よし参ります。問題、1970年代にアジアで最初の冬季オリンピックが開催された都市はどこ。札幌。いや、うわ日本史か。いや、そうだ、日本史だ、日本史じゃん、忘れてた札幌オリンピック1972年です。賢い、ね、そうか、日本史だよね俺も忘れて昔は4の倍数の年だったから、今は2年ごとで分かれてるけど、4の倍数だから72かな。72って札幌だっけって言った。すごい、何数字からいくのそれすごい。これで、福良さん1ポイント、菅井さん2ポイントです。で、これ俺が選んでいいんでしょ。はい、じゃあここらでちょっと一発。科学基礎読み上げ問題。よし、取りていきます。問題、金属の性質で引き伸ばされる性質。転生。正解です。はい、金属の性質で引き伸ばされる性質を延性と言いますが、薄く広げられる性質を転性でした。はい、うわこれさ、いつまでたっても勝てないこの手押しのこのさ同じとこで押したじゃん転性ですよ。いやー、まあ確かにね、転性、延性、高いやつの方が電気伝導度高い傾向にあるよねっていうあ、金がね、すごい、ね、そうということで、はい、はい、菅井さん、またあ、そうだ、選んでいいんだ。22になったよ。一回持ち込むか。チリ B。 チリ B。 え、チリ B 取ってた。取ってた。あー、そういうことね。よし、僕は世界史 B なんで、チリは全然やってない。チリ A もやってない。チリの問題、はい、動画です。はい、動画、動画参ります。問題、今から世界のある都市における道路網の模式図をお見せします。その都市名をお答えください。映像が映す範囲は徐々に大きくなっていきます。お、3、2、1、スタート。どうも、どこでしょう。え、なに、うわー、え、ブラジリア。正解。よーし、まず道路もさ、クソパリ貼ってたの、まずえ、パリ有名だろう。そう、あのね、こう真ん中にこう集まってくるのがすごい有名な、放射状が有名なんだよね。で、道路網って言われたらもうほぼパリやろとか思って丸かったらもう絶対パリ行こうと思ったけど、丸じゃないと思ってたパリかパリじゃないかでしか見てない。そうそう、そしたらむちゃくちゃもう超特徴的な感じで飛行機型ね。チリ取り損ねたんやね。よし、これはでかい。これ逆に世界史行って取り返してダメージをこれだな。なるほど、世界史 B。 世界史 B、ね、それでは世界史 B 読み上げ問題です。はい、問題、その様子は会議は踊るウィーン会議。正解。よーし、もうよしよしよし。ウィーン会議ね、めっちゃ好きだったのよどういうこと。あの高校の時に習った時に、資料集に、うん、あの踊ってる風刺画みたいなのがあって、うんうんうん、それはね、めちゃめちゃ面白くて当時使ってた遊戯王のスリーブに入れてた何？スリーブってさ、裏がさ、はいはい、あのいろんな柄が出てるアニメとか、うんうんうん、でそれ透明なのに、はいはい、自分で印刷して切って入れるっていうのが当時流行って、はいはいはい、俺ウィーン会議を40枚印刷してうわ、すげえ、その遊び方みんなおすすめ。そうね、絶対覚えられるから。ウィーン会議スリーブ。結局ね、会議は踊る、されど進まずのやつなんだっけってなるね。でも、これ、ここまでやっとくと、ウィーン会議まで覚える。その様子は、
会議は踊る、されど進まずと揶揄された1814年にナポレオン戦争の戦後処理を目的として始まった国際会議は何？何かがウィーン会議でした。よしよしよし。 いつの間にかもう4点。4点。逆転がされてる。あれ俺何と何で取ったかも覚えてない。英語と英語と英語だ。英語と倫理整形です。あれは倫理整形です。いやここ点取り直しといきたいな。何があるんだこれ。何これ、なんか向きおかしい。ここか。逆向きということは国語。なるほどね、賢い。国語か、国語。国語、ね、お願い漢文、お願い漢文、お願い漢文。漢文が得意なの。古文か漢文。現代文やだ。国語読み上げ問題です。ということで参ります。問題。世間に対して面目が立たないという意味の慣用句を、体の一部を表す語句を用いて何が狭いと。あれやば、おっしゃった。額。残念。体の一部を表す語句を用いて何が狭いという。そんなことはある。うん、そう、あんま聞いたことない、ね、顔が狭い。違います。復活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 。ヒントはヒント。絶対聞いたことある。あ、ほんと。ピンときてないだけか。うん。ああ、肩身が狭い。正解。ああ、そうだそうだ。ああ、なるほどね。いや、そうだ、肩身までつくと思わなかった。そうだね。そうね。いや、用いてて言ってるからそうだわ。よく考えたよね。やべね、取れた。よし、次も取るよ。理科やっぱ部が悪いよな、さすがに。さらに理科全部やったんすよ、僕。全部やってんの。じゃあ、あえての物理いきましょう。物理か。取りに来てんな、この人も。それでは、はい、物理の問題です。最後、スケッチブックに書いて出してください。おう、はい、書き終わったら押すってことね。はい、はい、お願いします。参ります。問題。次に示す回路の合成抵抗を求めよ。合成抵抗。どん。R1、R2、R3 の抵抗が並列になっていますね。R1、R2、R3 分の R1、R2 たす R2、R3 たす R1、R3。 違います。あ、違う。あれ違ったっけ。ね、あれプラス3。R1、R2、R3 分の R1、R2 たす R2、R3 たす R3、R1。 惜しいんだよな。それ俺出してるよね。うん。あ、それを出したの、うん、じゃあ違うじゃん。そうだよ。じゃあ違うじゃん。買いに行ったつもりだったのに。あれこうじゃなかったっけ。あー、違う違う違う。あー、違う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 。あ、違う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 。あれ、あれ、一緒か。あー、違う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 。違う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 。あ、いやいや違う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 。はい。はい。R1 R2 たす R2 R3 たす R3 R1 分の R1 R2 R3。 そっち。いやー、違う。そうか。いやいや、最後逆数にしなきゃいけないのよ。そうだった。そうだわ。基本的には逆数を使って計算するんですけど、最後逆にしないといけないっていうのを忘れがち、ね、ラージ R 分の1だこれは。このミスね、学生の頃したわ。だからこれ抵抗が並列だから、逆数にして足し算したやつをもう一回逆数にしなきゃいけないよね。それを逆数にして足し算で終わらせちゃうっていうミスをね。あれ、菅井さん最悪すぎ。電気抵抗の研究してるんじゃないですか。してる。しかも高校の時さ、このさ、この公式絶対使わないようにしてた。なぜなら間違うから。あ、そうなんだ。そう、ちゃんと電圧効果、うん、電圧効果の回路全部書いて、そのこの抵抗でさ、一周、はい、一周 すればさ、うん、電源電圧が V、うん、まあ E でも何でもいいんだけど V だとしたら、電流全体 I が I1、I2、I3 に分かれて、だから R3、R3、I3 イコール V、うん、R2、I2 イコール V、R1、I1 イコール V からちゃんと合成抵抗 I1 たす I2 たす I3 イコール I を用いて、うん、構成抵抗 R を導くっていうのを毎回やってた。大変じゃん。いや、そうだから俺足りたことないの時間。でもだからこういう間違いは絶対しなくなるの、はい、その、あ、そうだね、逆数取り損ねたみたいなとかって、そういう間違いは絶対しなくなるから、俺すべての問題はもう定義に変えろうみたいな、うん、俺が超習熟してる一つのやり方で絶対やろうと思っていつもやってたのをうっかり忘れて、もう付け焼き刃の、まあね、この早押しっていう環境だとね、やっちゃったよということで、5対3です。よし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 。ダメだ俺は。
いや、いやもう、もうこうなったら俺は奥の手出すしかない。生物基礎。生物基礎やってないでしょ。やってない。俺はやったんです。生物全く分かんないわ。生物基礎読み上げ問題です。よし来い。参ります。問題。マーギュリスが提唱したミトコンドリアや葉緑体などの細胞小器官はもともと別の生物で、それを異なる生物が細胞の中に、細胞共生説。もう一文字欲しい。細胞内共生説。オッケーです。あーすごっ。それを異なる生物が細胞の中に取り込んで生じたと考える仮説を何という。細胞内共生説でした。なるほど。よし。もともと明らかに別の生き物だろみたいな、うん、中に別の生き物おるとしか思えみたいな。そう、そのミトコンドリアとかは特にそうだっていう話。その説がまあ今は正しいとか。うん、多分。なるほどね。細胞の DNA とミトコンドリアの DNA で違うことがあるみたいな。ミトコンドリアが自分で DNA 持ってるみたいな話がある。なるほど。いやちょっと生物、いやーやばいね。しかもね、このラインナップ俺に有利にできてて、もう一個生物。確かに生物基礎とは別に生物があるからね。残っているのが英語リスニング、数学 1A2B、 科学生物です。うわー結構菅井さんに寄ってるな。まあ数学一回言っとくか。じゃあ数 1A 行きましょう。数 1A。 はい。やっぱこの人数学異常に早いんだよな。俺ね、数学って本当に間に合ったことない。 1A も 2B も60分以内に解けたことない。マジ、うん、100点取ったことない。本当に数学 1A ですね。はい、多分使います。はい。え、押す口でいい。書きましょう。はい、はい、それでは数学 1A 問題。横線と出会う点において2分の1の確率でそのまま下へ移動し、2分の1の確率で横線に沿って隣の縦線に移動する阿弥陀くじを考えます。 A を選んだ時の当たりの確率を求めてください。どうぞ。ちょ、一回書くか。なるほどね。こうなるかこうなるかで、ここがこうなるかこうなるかで、だからどうぞ。2分の1。違います。8分の3。残念。あれ両者復活。2分の1の確率で下に行くか隣に移るか。はい、はい、4分の1。正解。イエーイ。じゃあこれは、まあ、最初に A から進んだ時に 50% で左に残って 50% で2分の1で真ん中に残る行くんだよね、うん、でそれが、まあ、確率で入れ替わるんだけど、まあ、ぶっちゃけここは2分の1、2分の1でしたからどうでもよくって、だから2分の1の確率で真ん中に行くのよ、うん、で真ん中のやつのうちの半分が当たりまで行けるから、うん、2分の1の半分で4分の1。おーですね。これなんか戻るの考えなきゃいけないからその分減るかなとか思ったんだけど減らないのか。1個目のやつで横に行ったと、その後下行ったと、こう戻ったらいけなくなって、うん、それってなんかいるけど、でも左に残ってるやつで右に行くやつもいるから。ああ。2分の1と4分の1とかが入れ替わるんだったらちょっと計算やましいけど、うん、2分の1と2分の1なんだからどうせ一緒だよねっていう。だからなんかあれだね、 A のところからさ、あのオールガイズのキャラクターみたいな100匹バーってやったら50匹もあそこで1回真ん中に行って50匹みたいに残って、うん、その後こう何匹か往復するんだけど、ここは多分50、50のまま行くはずだから、うん、あと50半分だって25になるなっていう感じです。イメージ的にはイメージで数学解いておくわ。相当賢い。でもさ、我々さ、ミスりすぎじゃない。ミスりすぎ。正直すげえミスってるよね、さっきから。早押しにすると焦るよね。基本問題とはいえ、いやこれはね、必ず見直しをしてください。そう、急がなくていいのよ。そう、2周目ゆっくりやって、時間足んなくても90点取ってるのが偉いよ、多分。そう。いや、まあでもまあ展開できましたよ。ということで、まあゲームなんで6対4になってます。よし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 。あと4つね。はい、まだ全然いけるか。そろそろいっとくか。英語リスニングで出たー。英語もうこれは取らせていただく。多分アメリカ英語に来てくれ。オーストラリア英語だとほぼ聞こえない。問題集に QR コードがあって、はい、音声が聞けるようになってるんですけど、いいじゃないですか。今回は俺。え、カメラ読むの？うん。ジャパニーズイングしちゃったな。ということで、はい、英語リスニング、よし。問題。次の男性と歯科医師のスタッフ（かっこ女性）の話を聞いて、どっちがどっちか分かんない。次の問いに英語で答えなさい。英語で。What day will the man's appointment be on? What day will the man's appointment be on? Script. How about March 20th?
I usually request a Saturday, but in March, I'm busy every weekend. Do you have anything on Monday or Friday evenings? We have a 5:30 on Monday, March 8th. Hold on. We have a 5 o'clock on Friday that week. The 5:30 would be perfect.March. March 8th. Yes! すごっ、情報多すぎてこれメモを取るやつだったじゃん言ってることは分かったんだけど、うん、数字が多すぎて何言ってるか忘れちゃう。土曜無理って言ってて、月曜か火曜ならいけるって言ってて、火曜だっけ、金曜じゃない、金曜ごめん、月曜金曜かならいけるって言ってて、3時半と5時があるって言ってて、多分違うか、月曜の5時半と金曜の5時が空いてるって言ってて、5時半にしましょうって言ってるので月曜日になります。だそうですわー、ペン持っとくべきだった。そうだよね、だってさ、受験会場だって絶対これじゃん、リスニング。確かに、こんなことやってちゃダメだわー、これ取られましたね。やった、危ねー。6対5です。おお、追いすがってる。やっぱ英語は取れるな。英語英語英語取ってるから5点中3つ英語取ってるから僕もね、英語リスニングが一番不安だった、はい、残りが数学 2B、 科学、生物の理系3科目です。だから数学と科学はやっぱ取られそうだ。生物も取られそうなんだよな。全部取られそうじゃん。でも一番読めない生物を先に押さえちゃおうかな。生物いきましょう。はい、生物読み上げ問題です。ここマジで取りたい。参ります。問題、RNA を構成する4つの塩基のうち DNA の塩基には何？ウラシル。正解。よーし。そんな分かる。確かに絶対ない方聞くに決まってない。2はって言った段階でもない。てかそう、 RNA の時点でウラシルでよかったもん。RNA って言った時点でチミン聞くはずないんだよ。まあでもなんかグアニンと対になるのは、なるほどね、チミンみたいな可能性はしてしまう。よしよし、生物取れた。はい、DNA と RNA は4つの塩基のうち3つが共通しているんですけども、最後の1個が違うという問題でした。でもそれ、じゃあんま自信なかったな、正直。あんま覚えてなかった。7対5ですね。やばい！これ、あと2連勝しないと、もう、せめて勝ちまでいかなくとも。科学かな？はい、科学。来るね。もうこれは、ここは取っとかないといけない、本当に。勇気か。金属、これそれほぼ全部じゃん。いやいや、あの理論じゃなくてああ、そういうこと。理論科学じゃなくて、科学の問題。問題、表に示す結合エネルギーの値を用いて Q の値を求めよ うということで理論でした。ただし、エチレンおよびエタンに含まれる CH 結合の結合エネルギーは等しいとします。はいはい。ああ、なるほど。おー、危ね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 ー。皆さんは、どうかな、あのエチレンの C と C の間を勘違いしていたのかなと思うんですけど。そうね、でも三重結合が表になかったから気づいたよ計算タイム、計算タイム。あれ、俺なんか間違ってる。あれ、確かにこれはさては、マイナス131キロジュール。マイナス131ではないです。あら、間違ってるね、やっぱりな。え、でもマイナスにはなるよね。水素負荷反応ってエネルギー吸うはずないんだよな。なんか間違ってるか。え、嘘。え、嘘、嘘かな。あ、そうじゃん、だから、131。正解。結合エネルギーってことは、結合を剥がすのに必要なんだから。ああ、剥がすのに必要なのが結合エネルギーで、そうだね。燃焼、そうか、燃焼熱じゃないから、ああ、そうかも。え、言葉の定義を間違ってたか。熱化学方程式は燃焼熱みたいなので書くのか。そうだわ。そうですね。そうですわ。はい。そうです。数字何回やっても131になるなんて。なったね。何回やってもらう久しぶりに思い出す。うわ、最悪
悪だ。ややこしいやつ。最悪だ。計算131だったのに。これややこしいやつなんですよ。ということで、はい。8対5で。よしよしよし。最後、数学 2B。とりあえずやるか。ラスト、数学 2B。問題は、次の数列の一般項を求めよう。ドン。はい。はい、頑張って。ね、まあなんかしかも変な数列だ。久しぶりにやると何も覚えてないことがあるやつ。一般項なので、AN が分かりやすい形で書ければよい。うわー、これね、初項のズレを絶対見せる。ちょ、待って待って待って。ちょ、待って待って待って。福良さん、一回待とう。ねえ、分かるんだけど。ちょっとこれでもマジで見せるやつ。2の N 乗マイナス1分の1。正解。おお、やった。いや、早ー、もう逆数取るやつでしょ。そうね、分かってんですけど、いや、よく覚えてたね。これね、そう、逆数にしたら AN たす1分の1と AN 分の1っていうのがそれで出るから、 AN 分の1を BN として置いて、したらね、BN が、これなんて言うんだっけ、特性方程式なんだっけ、特性方程式、ね、うん、ね、めちゃめちゃ久しぶりに出会ったな。特性方程式解いて出た答えを両辺なんかこう引くの、ね、引いたり引いて括弧でくくって、ね、そしたら等比級数になるからですね。そう、 A アルファの特性方程式の答えがマイナス1だから、結局 BN たす1を今度 CN として、 CN 求めて BN にして、してという感じでしたね。 BN が2の N 乗引く1だから、 AN は2の N 乗引く1分の1。くそー、負けてるー。数学間に合ったことないっていうのが分かっていただけたかと思うんですけど、こういう計算スピードでやらせていただいております。やっぱね、入試はね、スピード競技と相性悪い。確認が一番大事なんだから、ゆっくりした方がいいと思うな、俺も。ということで、福良9点、菅さん5点、福良の勝ち。いや、これだから物理と科学ちゃんとやってたら77じゃん。そうだね、計算自体は菅井さんの方が先終わってたから。それを奪い去っていったから、フェアトレードを負けで取ってるか、俺も。ということで、勉強をしよう。勉強した方がいいね、はい、これね、マジ繰り返しやったらこういう意味わかんないんです、減るんだよ。そうね、うん、やっぱ久々にやると良くないね。良くない。今回はですね、そちらの問題集から出題させていただきました。はい、これね。そう。あ、もう見ていいですよ、なんか。2人は受験の思い出とかどうでしたか？いや、これね、いやだから練習むっちゃした。特にこれあれでしょ、共通テストってことは、まあ、僕らで言うとセンター試験と似てる感じのやつだと思うんだけど、ね、冬休みはセンター試験の練習しかしなかった。わかる。てか、練習した、その形式の練習、色塗り。マーク塗りか、そうね、もう含めて60分以内に終わりますようにみたいなのの練習はすごいした、うん、ほんで独特じゃん、あの数学とかの出し方もさ、うん、ああいうとか、そのむっちゃびっちり誘導ついてる、変な解き方で誘導がついてたりとか、うん、そのなんかもっと簡単なピコーンみたいな解き方あるはずなのに、なんかネチ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 誘導ついてて、その通りにいかなきゃいけないみたいなのってあるから、うん、その練習はすごいした。なんか例えば数学だったら必要な数学力はもう身についてるんだけど、形式慣れしてないから解けないみたいな。そうそうそう。僕はめちゃめちゃ時間もちゃんと測って、で、同じ環境で、この答え分かったら答え書くとか丸するんじゃなくて、ちゃんとマークシートになってっていう、本番さながらでやってましたね。うん。地理とか英語とかも、本当に形式、なんか傾向変わるとかよく言うけど、傾向は変わってないの、求められてる力の傾向は変わってなくて、でも形式だけちょいちょい微妙に変えてくることがある、うんうん、問い方みたいなのが練習必要だから、着点のは絶対解いた方がいい。特に英語は過去問大事だね。英語過去問大事、うん、なんかね、特に問い4、問い3、問い4あたりの図見なさいみたいなやつとか、うんうん、絶対超大事。さっきのリーディングの問題もさ、うん、あれ頭から読まなかったじゃん、うんうんうん、そのこういうところに情報があるはずだって、うん、そういうのがやっぱ形式大事だよ。大事だよね。あ、今問い3、問い4とか言ったけど、うん、それ問い1に来てる。見てこれ、はいはいはい、この手紙の形とかさあったね。でもそうそう、あ、ここひょう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 表のね、読み取りね。これもう問い1にあるんだ。これを超練習した、うん、でそういう形式はね、マジで練習した方がいいよ。うん、うん、全然やっちゃってもどうせ細かいとこ覚えてないから、うん、大事に覚
置いとかなくていいです。もうすぐ、うん、すぐに1回やって、うん、去年の分でまたあの本番の直前にやったら絶対忘れて、あの新鮮な気持ちでできるから早めに1回はやった方がいいから。そう、俺さ、なんかめっちゃできるとか思ってさ、え、俺なんかこれすごいできるとか思ってさ、チリ100点取ったことがあるの。 うわ、俺天才かもと思ったけど、4ヶ月ぐらい前にやったことあるむっちゃ新鮮な気持ちで解いてたんだけど、うん、まあでもね、それでいいんだよ。それでいいんだよね、そう問題覚えてるってことはもういいんだから、うん、やったこと覚えてるってことだ。そんなこと言ったら、あ、これ教科書の見たことあるんで100点取れるんだから。冬休みは絶対やった方がいいし、まあ、あのちょうどいいレベル感だと思うんだよ ね、 その二次試験とか見据えて勉強特にしていく人とかは一回夏休みにやってもいいんじゃないですかって俺は思うけどね。やっぱ時間計って過去問やるの結構大事だね、うん、これ夏に出るんですか？7月に出てる、これもう出てるんだ。出てるんだったらもう別に買ってすぐやったらいいんじゃない、うん、ほんで家で半年寝かしとくっていう、うん、ほんで1月直前12月末にもまたやって一回やったはずなのにできてないのはやばいなって思えると思うから、うん、あの今やってみるのはいいんじゃないでしょうか。今やってもう一回やって、要は5問分入ってるんですよね多分これね。オリジナル模試4回と本試験、これとかは6回プラス 2回、2回2日程入ってるのか。ほなもう8回、そうだね、夏休み中に8回やったらいいんじゃないでしょうか今回の早押しクイズで使いました Z 回さんの共通テスト実践模試には2021年の過去問が2日程分収録されているのか、うんうん、2022年の共通テストに向けて新しく作られた問題が収録されています、はい、ということで過去問少ないですからね、そもそも、うん、過去問少ない、そうね、まだ1年しかやってないやってないから、受験生の皆さんもぜひね、あの早押しでない形でなるべく本番に近い形で挑戦してみてください。絶対それがいい、絶対それがいい。僕はもう何回も言うけど間に合ったことないけど合計センターは9割超えたからそれでいいんだそう、ね、ゆっくりちゃんと落ち着いて全部そこそこの精度でやる。時間になれるってのはめちゃめちゃ大事なんで、うん、時間計りながら過去問やってください。はい、で、Z 界のツイッターアカウントでね、僕ら2人のサイン入りの問題集プレゼントキャンペーンやってるんで、ぜひ応募して、でね、ほんでゲットした暁にはサイン消えるまで問題集使い倒してください確かにね、もう来年の受験終わった後に菅井さんサイン入りの本こんなボロボロになったんですみたいな写真欲しいですね。見たいね、見たい、ぜひ応募してみてください。それではね、Z 会の方を使って共通テスト対策頑張ってください。さよなら、さよなら。